世界がおかしいので合ってるんでしょうか。お風呂入ってたらさ、もうこんな時間になっちゃった。まあいいんだけどさ。メガネかけてるのは今日コンタクトをつけていないからです。やっぱメガネ似合わないんだよな。でもこれだと私自分の顔の認識すらできないんだよね、このメガネかけてない状態だと。だからやべ、髪の毛もね中途半端にまだ乾いてないのでポタポタ垂れてくる。長くても10分も乾かしてられないわめんどくさいってなっちゃう。なんかあれだな、もう全部加工しよう。気持ち悪い。肩幅に対して顔の大きさが合ってないのよ。あ、でもなんか、あ、ほらギュインってギュインってなる顎ちっちゃすぎだろ。だって手と比べたときにおかしいでしょ、どう頑張ったって。あ、別に変えとこう。加工強くね。ね、なんかもう宇宙人みたいだね。これでももっといけるんだよな。気持ち悪い。顔の立体感がどうなってんのかちょっとわかんないっすね。すごいね、確かに。だいぶすごい、なんかすごいなって感じする。だんだん目が大きくなって、こうやってさ、いかがって隠すとさ通常サイズに戻るんだけどさ、こうやってやったけどちょっとずつ目が大きくなっていくの分かりますか。これ私からじゃないと分かんないかな。少しずつ少しずつ、あー、現実を見たくない。目がちょっとずつ大きくなってるよね、これね。面白い。戻そう。こうかな。ああ、悲しくなってきちゃった。ああ、悲しい。ああ、悲しい。こうやって見るとね、なんか、そのさっきのキラキラーみたいなのよりは、なんかフィルター、
たくない汚れていく自分なんて絶望するだけ愛をどうして優しげに微笑んで近づく僕から何を奪おうと企んでるんだ絶望した後でしたね今ね絶望するだけ愛をどうして絶望した絶望の後でこんばんは。NGT メドレー私作りたいな。メドレーっつってもただ単につなげるだけじゃなくてちゃんとテンポ感とか音のつなぎ方とかをちゃんと綺麗にした状態のメドレーを作りたい。そういうの好きなんですけどもともと私そういうなんかちょっとこうアレンジ本来あるものを少しアレンジして作るみたいなの好きなんですけど結構では NGT の曲ってそれ難しいですよね。キーが多分それぞれだいぶ違う気がする。この音かな。チクタクチクタクかな。キあ、ここだ。しれみしみ C フラット、ミフラットの調とあああここから晴れていてほしい。もう結構高いのかな。ああ世界はああ世界もう音わかんなくなっちゃった。気持ちですし分かんないんだよな。絶対音感がない場合こうなっちゃうんだってもう青春時計とは一緒じゃない。作りたいなメドレーみたいなの。そういう動画編集やりたい。音一瞬聞けば分かるな。全然違った。
全然超違った、びっくりするぐらい違ったわ。かな、ミーフラットから始まる超だった。シャープ、同じ音しか使わない。え、4音しか使ってないよ今まで、多分ほとんど。ほとんど5音しか使ってない。ミとファーシャープと、ソのシャープとシ、あとラ、ここしか使ってない。この音かな。多分ほとんどそうだよ。うん、ここまで4音しか使ってないよ。なにかがねえで、あ、日差しがこのまま晴れて、サビ1サビまでラストまでそうだし、次が来たって、おーのおーの2音目で初めてシが出てくる。本当に5音しか使ってないのかもしれない。あれ、まだここだもんね。5音しか使ってないかも。すごくない？ここしか使ってないよ。ちなみに、だからつまりドレミファソだけで弾けるよ。みんな、わかりやすく言うとキー変えれば、ミドレファミドレファミドレファミレドレドファー
レミファミレドミドレミドレファミドレファミレドレレドドみんな弾けるよこれ。ドレミファソしか使わないんだから。え、面白い。レレレレレレレドレレレレレレレドミミ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 レドドレドレレ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 ドレレレレレレレドレレミミミミミミミファファミレドドソファドソドレミドソドレミミ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 レドドレドレドソドレミドソドレミミ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 ファファミレドソソソファファファミミファミレドドソソソファファファミミミファミドドファファファミミミレミファミドドドドミレドドミミファミレここは低いけどね。違えた。ファファレミファミレミファミあドレファミドレファミレドレレドドジャ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 ミミレレレレレレレドレレレレレレレドミレドドレドミレレレレレレレドレレレレレレドレミミミファファミレドドソドレミドソドレミミレドドレドレドソドレミドソドレミミミミファファミレドチャンチャンチャンミューも簡単に弾ける誰でも簡単に弾ける世界はどこまで青空なのか。本当にドレミファソしか使わなかったわ。あの実際はもっと高いんだよ。ドレミファソの音なんだけど、あの黒鍵って難しいと思うので、本当に俗に言うドレドはドーナツのドのドレミファソの5音だけで弾ける。ただ間奏を弾くってなると低い G まで出さなきゃいけない。ドシラソーか。簡単に弾けるよ。びっくりしちゃった私も今弾いてみて。でこれ簡単に片手で弾けそうじゃない。片手じゃない、両手。
適当に敷いちゃった。でも多分いけると思う。レレレレレレレドーだからまた違うな。怖っ。セカオはね転調しないよ。多分うん、セカオは転調しない。セカオは転調しないと思う。多分あれしないよね。ちゃ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 。うん、しない。だから同じ音キーが本当にこれだけで弾ける。ちゃ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 。うん、変わんないと思う。ああ確かに。なんか転調を何と転調と捉えるかだけど、なんかいわゆるシャーベットピンクみたいな転調はない。これ同じ音かな。ちょっと待って聞こう。多分後ろの音、その伴奏はもしかしたら転調が変わるかもしれない。どこだろう。そういうのはあるかもしれないけど、シャーベットピンクはさ、ほら君が一番好き、チャ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 ラララチャのチャで上がるのよ。サビ分かりやすいところ。チャ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 ララララっていう風にもうガッと半音かな、わかんないけど上がるから、半音か知らんけど、わかりやすく言うと半音上がるから
あと分かりやすい転調だとなんだろうな、転調ってもう意外とあんまなかったりするんだよね。転調、情熱の電源もそういう分かりやすい転調はないから、そう面白い。なんかもう全然中身ない、中身あるようで中身ない話しちゃった、すいません。あ、桜の花びらたちとか分かりやすいね。ふっふっふっふー、なんだなんだってあるからね、あそこね分かりやすいよね。いや店長なんか、何をもって店長と捉えるかっていう話ではあるんだけど、多分きっとそういうシャーベットピンクみたいな分かりやすい店長はないね。シカオはね、多分音楽詳しい方はこうだろうってあるだろうけどね。もう時間になっちゃった、なんか大した話しなかったわ、ごめん。また明日頑張り、 また明日お会いしましょう。誕生日ます、13位ひろしさん、12位ひよいげたさん、11位新潟和さん、10位太郎さん、9位突破球さん、8位しんいちさん、7位マスルさん、6位くじちさん、5位ゆかしじいさん、4位中心さん、3位中心さん、2位ベロさん、1位よしさんありがとうございました。ということでロードモバイルの方もよろしくお願いします。それでは皆さん今日も一日お疲れ様でした。また明日、バイバイ、おやすみ村、またねー。